ではラストニュースです、はい、サッカーボールを使い華麗なパフォーマンスを競うフリースタイルフットボールの大会が行われました。こちらのフリースタイルフットボール、ボールを蹴るのではなく体で操る高度なパフォーマンスで技を競います。見事優勝を勝ち取ったのが陽介さん20歳。まるでボールが体に吸い付いているようです。さらに最後はバク転で決めます。陽介さんは年末ブラジルで行われる世界大会に出場しチャンピオンを目指します。それではご覧のスポンサー